こんにちは、キーチャンネルでございます。ただ美しい花よ、本日の夢100はとめでられた最終章リリース記念クライマックスガチャ、違った、クライマックスフェスガチャの攻撃力アップ編の王子様を、ただ美しい花よ、ご紹介したいと思います。とめでられたく、こちらはイベントではなくノーマル王子が出てくるらしいですよ。男に優しくしたって何も見返りないし、ね、ちゃんとできないやつならなおさらだよ。で、これの出現王子は誰な、なんだろう。あ、でも普通ですね。ハルディーン王子、アキットさんにユリウス、ギルバート、ルシアン、ゲイリー、カーライル、ヒノートさん、チェシャーネコ、ネロ、オリオン、で、ダグラス。他にも出るらしいですね、いろいろ。でも結構、これら以外の王子も出現しますと書いてるので、普通、攻撃力アップの王子が出る。そんな、そこまで把握はできないけど。これを、この子たちをリーダーにしていたら攻撃力が何パーセントかアップするっていうあれですね。で、10回プレイはスキルアップ教育係のおまけ付きとあります。でもまだ50個溜まってないからね、引けないんだよね。攻撃力アップはまあ私はいいかな。で、こっちは HP回復力アップのガチャでございます。そう、で、こちらも10回プレイはスキルアップ教育係のおまけ付きと書いておりますね。ペコかわいい、このペコかわいい。で、出てくる王子がエルフェン、フロスト、ティンプラ、スペルビア、ジェラルド、ペコ、ハナレ、サンディオン。で、他の王子も出ます。この子たちが回復力アップか。でもなかなかに持っている王子が多いな。っていうことは私は回復系なのか。なんだって。とまあこういう感じでガチャが2つありますね。まだあるのかな、ガチャは。で、またユーリオン夢100ガチャもあります。で、まだね、50個溜まってないからね、ちょっと引けませんが。で、こっちはノーマル、ノーマルじゃない、50個じゃない方の1回ずつ引ける方の、ユーリオン夢100ガチャでございます。で、こっちがいつもある王子。こっち引いても全然いいと思うんだけど、こっち引いてもどっちでもいいか。 LS はこのスキルだけ。とまあこんな感じでプリンスガチャを潤っておりますので、よければ引いてみてください。ということで、チャンネル登録の方どうぞよろしくお願いします。止めてられたく。